次に重徳和彦君。はい、委員長。はい、立憲民主党の重徳和彦です。今小泉進次郎委員から、高等工科学校の話がありました。今週の日曜日、防衛大学校の卒業式がございますね。で、我が党の泉健太代表から祝文をお届けさせていただきたいと思うんですが、小泉さんから高等工科学校の方もと言われたので、そちらの方もまた検討していきたいと思っております。さて、岸田首相ウクライナ訪問、電撃的に行われました。まあ、国会への、ご報告もこれはこれで大事なことだと思いますので、まずですね、外務省にお尋ねします。岸田首相のウクライナ訪問の目的と成果について、ご説明をお願いします。池上大臣官房参事官。お答え申し上げます。3月の21日、岸田総理、ウクライナを訪問いたしまして、ロシアによるウクライナ侵略による被害などの状況を直接視察するとともに、ゼレンスキー大統領と首脳会談を行いまして、ウクライナ国民に対する日本の揺るぎない連帯というものをお伝えたところでございます。ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙でございます。両首脳はウクライナはもちろん世界のいかなる場所においても力による一方的な現状変更を許してはならないということを改めて確認したところです。ロシアによるウクライナ侵略は5月の G7 広島サミットでも主要なテーマの一つとなります。岸田総理からゼレンスキー大統領に対しては、今回のウクライナ訪問も踏まえまして、広島サミットにおいては G7 として法の支配に基づく国際秩序を守り抜く決意を改めて明確にするとともに、 G7 の結束を維持してウクライナを力強く支えていくこと、また国際社会の直面する食料問題などにもしっかりと取り組むということを示していくということを伝えたところでございます。さらに岸田総理はゼレンスキー大統領に対しまして、日本がこれまでに表明した総計71億ドルの支援を着実に実施していくことに加えまして、今般エネルギー分野などへの新たな二国間無償支援等を 4.7 億ドル供与すること、さらに NATO の信託基金を通じまして殺傷性のない装備品支援に3000万ドル拠出することを伝えまして、ゼレンスキー大統領から日本からの支援に対する新人な謝意が表明されたところでございます。重徳君。はい、ちなみに今回の訪問はいつ頃から具体的に準備をされていたのか教えてください。池上大臣官房参事官。お答え申し上げます。岸田総理のウクライナ訪問に関しましては、これまでゼレンスキー大統領からも累次にわたりまして訪問の要請がございました。こういったことを踏まえまして、秘密保全、安全対策や危機管理等において万全を期す、そういった点について万全を期すべく慎重にウクライナ側との調整を重ねてまいりました。その結果、今般準備が整ったことを受けて現地時間21日に訪問を行うこととなった次第です。これ以上の詳細につきましては、今後の秘密保全あるいは安全対策の観点から詳細について説明することは差し控えさせていただきたいと思います。重徳君。はい、実はですね、私今回の電撃訪問、まあ、結果的にかもしれませんが、中国がウクライナに接触する前に会談ができたということが大きな成果だったんじゃないかと思っております。で、まあ、習近平氏とプーチン氏との会談の日程と、まあ、あえて重ねた、そこに向けて準備をしたとまではちょっと思っておりませんが、まあ、そうなんですかね、ちょっと分かりませんが、準備にあたりまして、こうした中ロの動きもですね、やはり意識はしていたのかということについてコメントがあればお願いします。池上大臣官房参事官。お答え申し上げます。本件にもウクライナの問題に関しまして、中国が従来よりいろいろな動きを見せていることはご指摘の通りでございます。
例えば2月の24日、中国の外交部はウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場と題する12項目からなる文書を発表しておりますし、また各種情報におきまして、中国からロシアに対して軍事的あるいは経済的な支援が行われるのではないかというような報道等の情報もございます。こういった点も踏まえまして、政府としては常日頃より非常に強い関心を持って中国政府の本件への関与関係ぶりについてフォローしてきたところでございます。重徳君。そうなんですね。中国がロシアへ軍事支援を行えば、当然継戦能力、ロシアの継戦能力が高まります。それから中国がロシアから資源などの輸入を拡大、すなわち経済支援を行えば、ロシアの財政面も補強されるということであります。西側諸国が結束してロシアへの経済制裁を行う中で、それから岸田首相もその意思を伝えるためにウクライナまで出かけていって、そしてさらに広島での G7 においても、主要な議題の一つになろうかというときに、このような中国、ロシアの関係というものが、強化されるということであっては、こうした経済制裁の効果が、非常に、弱くなってしまうと思っております。こうした中ロ関係の強化に対して、強い危機感を持たなければならないと思いますが、外務省としてどのような認識をされていますか。池上大臣官房参事官。お答え申し上げます。委員ご指摘の通り、中国の対ロ支援をめぐってはさまざまな報道があると承知しております。そういう中で林外務大臣は2月、王毅外事工作委員会弁公室主任との会談におきまして、ウクライナ情勢について意見交換を行うとともに、同主任に対して責任ある対応を取るよう強く求めたところでございます。また2月24日に行われました G7 の首脳テレビ会議、ここにおきましても第三者によるロシア支援の問題について議論が行われまして、岸田総理からロシアの侵略を一日も早く止めさせる上で、第三者からロシアへの軍事的な支援を防ぐことも重要であるという旨を発言したところでございます。会議後に発出された G7 首脳声明でも、第三者に対しまして、ロシアへの物的支援を停止するよう求めたところでありまして、関係国が足並みを揃えて対応していくことが重要と考えております。我が国といたしましては、引き続き関連情報の収集、分析を行うとともに、G7 をはじめとする関係国と緊密に連携しつつ、適切に対応していきたいと考えております。重徳君。はい、ありがとうございます。話題を次に日韓関係に移したいと思います。ユン・ソンニョル、韓国大統領が、パク・チン外相や与党の関係議員とともに、先週訪日をされました。まず浜田防衛大臣にお伺いしますが、この会談の成果、とりわけ、大臣ご担当であります安全保障分野における成果というものについて、解説いただけますか。浜田防衛大臣。先日行われた日韓首脳会談において、両首脳は政治、経済、文化など多岐にわたる分野で政府間の意思疎通を活性化していくことが一致をし、具体的には安保対話等の再開などを進めていくこととなっております。また北朝鮮による最近の核ミサイル活動の活発化を踏まえ、日米同盟および韓米同盟の抑止力および対処力を一層強化するとともに、日韓、そして日米韓の安保協力を推進していくことの重要性で一致しました。さらに首脳会談後の記者会見において、ユン大統領が日韓GSOMIAの完全な正常化を宣言し、その後3月21日に韓国側からGSOMIAの終了通告を取り下げ、同協定が効力を有することを確認するとの正式通報があったものと承知しております。防衛省自衛隊としては、最近の日韓関係を健全な関係に戻す大きな流れの中で、防衛当局間においても韓国側と緊密に意思疎通を図っていきたいと考えております。はい、重徳君。はい、そうですね、今の話少し、大臣には後ほど
質問を続けたいと思いますが、その前に、山田外務副大臣に質問したいと思います。ユン大統領がですね、その先週の訪日の後、一昨日3月21日の閣議の冒頭というふうに報じられていますが、日本について言及をされました。でその中でですね、韓国社会には排他的民族主義と反日を叫んで政治的利益を得ようとする勢力が存在する、このような発言があったようでございます。まあ、これは韓国の野党勢力を指すものと考えられますが、この認識ですね、ユン大統領の認識は、まあ、いわば日本側と大体一致するんじゃないかなというふうにも思います。逆にですね、しかし日韓関係の改善に向けて、その難しい韓国国内の情勢もあるということは、我々もそして韓国自身も当然認識をしているということでありますが、この認識について、外務省として、どう考えるかということと、韓国側の野党あるいはその支持層と、まあ、どのように向き合っていくのか、日本国政府としてどう向き合っていくのかについてご答弁いただきたいと思います。山田外務副大臣。お答え申し上げます。まず他国の内政に関することでございますので、政府としてコメントをすることは差し控えなければなりませんが、韓国は国際社会におけるさまざまな課題への対応に協力していくべき重要な隣国であります。今般の首脳会談におきましては、両首脳間で一致したとおり、現下の戦略環境の中で日韓関係の強化は急務であり、1965年の国交正常化以来の友好協力関係の基盤に基づき、日韓関係をさらに発展していく考えでございます。重徳君。はい、まあ、簡潔なご答弁でしたけどね、まあ、確かに政府として他国の内政に何ていうのか、まあ、何らかコメントするというのは難しい面もあるというふうに、それはそれで理解します。まあ、そうであるからこそですね、議員外交というのが大事になってくると考えます。昨日3月22日なんですけども、私ども立憲民主党として中川正春衆議院議員を会長といたします日韓友好議員連盟を設立いたしました。私自身幹事長を務めさせていただいております、いただくことになりました。で超党派の日韓議連というのがこれまでも長らくですね、50年以上にわたりまして存在するわけでありますが、この超党派の議連の役員をされている我が党の議員の全員に我が党の議連の役員になっていただいてですね、で、まあ、超党派の議連とも連携をしながら、我が党は我が党として、まあ、党独自でできることは取り組んでいこうと、こういう趣旨なんですけれども、まあ、一方でですね、一方でというか超党派ではやはりできない党対党、まあ、あるいは議員外交といわれるものですね、こういうものを進めていきたいと思っているんですけれども、まあ、例えば来週週明けには韓国の与党国民の力の若手議員が、30人ぐらいでですね来日されるということなので、交流を議連として行っていきたいというふうに思っております。また議連立ち上げにあたっては泉健太代表も、まあ、議員間のシャトル外交をやりたいという決意も、述べたというところであります。で、まあ、今山田副大臣もなかなかコメントしづらいと言われていた、まあ、他国の、まあ、野党といいましょうかね、いろんな考え方の方々ともしっかりと向き合っていくと、まあ、相手方の内実も研究しながらですね交流を進めていきたいと思っておるところでございます。まあ、こうした政党とか議員の外交と政府の外交との関係ですね、まあ、一般論というよりはその特に韓国との関係においてどのようにお考えか聞かせていただきたいと思います。はい、山田外務副大臣。お答え申し上げます。日韓首脳会談におきましても、岸田総理から両国間の人的交流が一層活発化することで、関係改善の好循環がさらに加速することを期待する旨申し上げております。民間の交流、協力は二国間関係を下支えする役割があり、有意義と考えております。議員外交につきましても、その通りだというふうに考えております。
重徳君。はい、これちょっと報道、韓国側の報道なので、どこまで正確かは分かりませんけれども、ユン大統領が一昨日の、閣議に合わせた発言、コメントとしてですね、こんなことを言われたと。韓日関係改善のために、すみません、これ、われわれの立憲民主党の中川会長はですね、先日、ユン大統領の訪日時に、韓日関係、こちら日韓関係って言ってますけど、韓日関係改善のために、日本側、われわれが訪韓をして、韓国野党を説得するんだというような決意をですね申し上げましたところ、ユン大統領が帰国後、いや、こんなことを言われて、恥ずかしかったと、もっと一致結束して、つまり韓国内はですね、与野党一致結束して、日韓関係改善していこうじゃないかというメッセージの中で、そのようなことも言われた、おっしゃったということであります。言いたいのは、日本国においてはですね、与党野党一致して日韓関係改善に向けてしっかりと取り組んでいこうという決意でありますので、そのこともこの場を借りして申し上げたいと思います。それからもう一点ですね、これはまさに日本との関係についてのユン大統領の発言なので、コメントいただ山田副大臣からコメントいただきたいんですが、ユン大統領はこう言っていると、韓国に書いてですね、こう言っている。日本はすでに数十回過去の歴史について反省と謝罪を表明していると、このように述べられたということであります。この認識発言についてどう評価されますか。山田外務副大臣。お答え申し上げます。また韓国側の発言のいちいちにコメントすることは差し控えたいというふうに思いますが、今般のユン大統領の訪日は日韓関係の正常化にとって大きな一歩となりました。現下の戦力環境の中で日韓関係の強化は急務であり、1965年の国交正常化以来の友好協力関係の基盤に基づき、日韓関係をさらに発展してさせていく考えでございます。重徳君。数十回というのは非常に気になってですね、数十回過去の歴史について反省と謝罪を表明していると、どう数えるのかちょっと分かりませんけれども、この多分何度もというぐらいのことを数十回というふうに、ユン大統領の言葉で言われたんじゃないかなと思いますが、どう思いますか。山田外務副大臣。繰り返しになりますけれども、韓国側 の発言の一つ一つに対してですね、コメントをすることは差し控えたと考えますが、いずれにいたしましても、今般のユン大統領の訪日というのは日韓関係正常化に、大きな一歩となったというふうに認識しております。重徳君。はい、それでは安全保障に関連する日韓の一つのテーマとしてGSOMIAについて議論をしたいと思います。先ほど大臣が言われましたように、 GSOMIA 完全正常化という段階に至ったようでございます。GSOMIA 確認しますけど、これまでどのようなですね、情報を交換したり、あるいはどのぐらいの頻度で情報を共有したのか、これについて防衛省にお尋ねします。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。北朝鮮が弾道ミサイルの発射を繰り返すなど、厳しさを増す安全保障環境の中で、日韓日米韓の緊密な連携はますます重要となってきております。このような状況の中ですね、北朝鮮の核ミサイルに関するものも含めまして、各種事態への実効的かつ効果的な対処をのために必要となるさまざまな情報を日韓間で直接交換すること、その必要があると考えております。日韓 GSOMIA はですね、このように北朝鮮の核ミサイルに関するものを含めまして、各種事態の実効的かつ効果的な対処のために必要となるさまざまな情報を日韓間で直接交換することを可能とする枠組みでございます。そして、秘密軍事情報のやり取りの状況ですね、その内容とか件数につきましては事柄の性質上お答えを差し控えさせていただきますが、
韓国側とはですね、これまでも必要に応じて適切に日韓GSOMIAの下で情報共有を行ってきているところでございます。重徳君、念のため確認なんですけれども、GSOMIAはこれまでも韓国から終了通告はあったけど、それを停止した状態なわけですから、ずっと生きてたわけですよね。で、今回完全正常化ということによって、これ実質的に何か変わるんですかね。何が変わるっていうのも変な聞き方ですけども、今までの状態と完全正常化によって GSOMIA の機能は変わるのか、あるいは、実態としては変わらないのか、そこをお尋ねします。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。先ほどもお答えを申し上げましたように、 GSOMIA のですね、終了通知の効力停止等の公文が届きましてもですね、韓国側とは必要に応じて適切に情報共有を行ってきたところでございます。その意味で、今回のですね、公文をすべて撤回するという通知によってですね、何かが変わるというわけではございませんが、これは韓国の外交部が申しておりますけれども、今回の措置を通じて韓国政府は GSOMIA と関連する制度的不確実性を除去し、韓日、韓米日軍事情報協力強化の足掛かりを要したと、こういうふうに述べていると承知しております。重徳君。はい、そうなんですね。やっぱり不確実性を除去、あるいはもうちょっと平たく言えば信頼関係をですね、確かなものにしたということだと思います。で、私この1年あるいは数年ずっと考えてきたんですけれども、やっぱり日本の安全保障環境というものが、北朝鮮とは元来より非常に脅威にさらされているという関係でありますし、中国とも緊張感が高まってきており、まして昨年からロシアとの関係も悪化し、いよいよですね、同じ民主主義国家、自由主義経済といった同じ価値観を共有する韓国との関係というのは非常に重要になってきたと認識をしております。で、ただ、これまでですね、確かに同盟関係という言い方をすれば、米韓、日米それぞれアメリカを通じて同盟を組んでますので、だから少しですね、アメリカを介したさまざまな連携、といったことが、多かったというか、それが基本だったのであろうというふうに思います。それから北朝鮮のミサイルについても、まず探知するのは、アメリカの、早期警戒衛星だったりしますし、それから、ここは防衛情報なので、厳密には表になっておりませんが、やっぱり3カ国それぞれ言葉も違いますんで、やっぱり日本と韓国が何か情報を共有するときに、いちいちアメリカを通じているとですね、やっぱり言葉一つとっても、不具合といいましょうかね、ちょっと手間がかかるというようなこともあろうかと、ここは容易に推測されるわけであります。だからこそ GSOMIA は重要なんだろうと考えています。で、ここから先ですね、防衛安全保障面で日韓の関係を、これ大臣にお聞きしますけれども、関係をさらに安全保障を基軸にですね、歴史問題とかいろんな難しい問題がやっぱり隣国だからありますが、安全保障を基軸に日韓関係を強化していく、GSOMIAは一つのツールというかルールであろうと思いますが、同盟とまではいかずともですね、これから前進させていくために、どんなことが課題、あるいはどんなことをに取り組んでいくべきか、こんなようなことを大臣のお考えをお聞かせください。浜田防衛大臣。今委員ご指摘がありましたけれども、北朝鮮のですね、核ミサイルをめぐる状況を含め、日韓両国を取り巻く現下の安全保障環境を考えればですね、まずは日韓の実質的な連携を強化することが最優先だと考えております。この現在、日韓防衛当局間には火器管制レーダー照射事案等の課題がありますが、最近の日韓関係を健全な関係に戻す大きな流れの中で、防衛当局間においても
韓国側と緊密に意思疎通を図っていきたいと考えております。今委員からもお話がありました、米の日米韓のこのつながりもそうでありますが、そういったものを米側からもやはり日韓の関係についてはですね、大変そういう意味では今までの関係というのをやはりもっと改善するべきだというような指摘もあるわけでありますので、今後とも今ご指摘のあった点について努力をしていきたいというふうに考えております。重徳君。まあ、あまり具体的な答弁ではなかったようにも感じますけれども、一つ今、最初の日韓首脳会談の成果の中では触れられなかったですけど、レーダー照射の話が今言及されたと思います。まあ、これも非常に深刻なですね、一触即発というところまで、まあ、至ったといいましょうか、大変深刻な問題だったと思いますが、この点ですね、これからまさにこれはご担当大臣だと思いますので、浜田大臣、どのようにこのレーダー照射問題を乗り越えて日韓関係防衛協力をしていくおつもりか、ご答弁願います。浜田防衛大臣。で、まあ、平成30年の12月20日の火器管制レーダー照射に事案にですね、関する防衛省の立場はですね、平成31年の1月に公表した最終見解の通りであります。防衛省自衛隊としては最近のですね、日韓関係を健全な関係に戻す大きな流れの中で、先ほど申し上げたように防衛当局間においてもですね、韓国側と緊密にですね、意思疎通を図っていきたいというふうに考えております。重徳君。はい、じゃあ、残り3分ほどでございますので、今日は実は防衛省設置法の改正案の審議の時間でありますが、まあ、少し関連する話としてイージスシステム搭載下について質問します。まあ、防衛省設置法の一部改正法案の中で、海上自衛隊のイージスシステム搭載艦導入に伴う体制整備ということで、海上自衛隊員の定数121人増やすというふうにな説明がされております。まあ、この自衛隊員の在り方について、まあ、これまた我が党の宣伝になりますけれども、昨年6月我が党として自衛隊員応援議員連盟というものを立ち上げまして、これまあ衆参私たち140人少々の党なんですけど、そのうち参加人数が120人を超えるというですね、党内最大の議員連盟でございます。で、自衛隊員の処遇訓練環境の向上とか、それから定数割れになっている自衛隊員の募集採用を応援していこうと、あるいは退官後の再就職についても応援していこうと、こういう、まあ、これも全面的に党を挙げて応援していくという決意でございますが、まあ、それはそれとしまして、このイージスシステム搭載艦について今日資料をお配りしておりますが、これは2年前の朝日新聞でございます。当時ですね、イージス陸上イージスを取りやめると、そして代わりの、まあ、代替イージスというふうに見出しになっておりますが、まさにイージスシステム搭載艦というものを整備するとすると、作る導入経費に4800億円ぐらいかかる。で、その他にですね、もう4000億円ぐらい維持費ですね、がかかると。要するにこのイージスシステム搭載艦を整備維持すると、もう9000億円、場合によっては 1兆円、かかるではないかと、そういう代物なのではないかという、内部文書がこの時点であったにもかかわらず、まあ、その当時私が、この場で質問したときは、政府側からは具体的に答弁することは差し控えたいと言われておしまいでありました。もともとこの陸上イージスに比べて海のイージスは稼働期間が年間3分の1しかないと言われておりますし、ただでさえ負荷のかかっている海上自衛官にさらなる負担がかかると、こういう欠点も言われておりましたが、まあそろそろその維持費ですね、ランニングコストについての検討も進んだのであろうというふうに思いますが、現状についてお知らせください。川島整備計画局長。防衛省でございます。お答え申し上げます。
イージスシステム搭載艦の総経費につきましては、令和5年度に実施する細部設計を通じまして、これは5年度予算に計上してございますけれども、今後、すなわち6年度以降ということでございますが、船体の建造費、6年度以降のですね、船体の建造費等々が整地化されるということ。また令和5年度に調達をいたします防空機能、これは水上レーダー等でございます、あるいは通信システム等の FMS 装備品につきまして、システムインテグレーションをその後やる必要があるんですが、そのシステムインテグレーションにかかる内容経費に関しまして、米国政府等と現在協議中でございます。今後整地化されていくということでございます。そういったさまざまな要素がございまして、積算をする必要がありますものですから、現時点で具体的な経費をお示しすることは困難であることをご理解いただきたいと思います。いずれにいたしましても、イージスシステム搭載艦は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中で、我が国を弾道ミサイルの脅威から防護することを主眼とするものでございまして、情勢に応じまして常時持続的に我が国全域を防護しうる体制の構築により一層貢献するものでございます。引き続き防衛力整備の一層の効率化合理化の徹底を図りつつ、イージスシステム搭載艦の整備を進めてまいりたいと考えてございます。重徳君、また次回やります。ありがとうございました。